足尾鉱毒事件、または足尾銅山鉱毒事件は19世紀後半の明治時代初期から栃木県と群馬県の渡瀬川周辺で起きた日本で初めてとなる郊外事件。足尾銅山の開発により肺炎、鉱毒ガス、鉱毒水などの有害物質が周辺環境に著しい影響をもたらし1890年代より栃木の政治家であった。 田中正造が中心となり国に問題提起するものの、加害者決定はされなかった。1972年3月31日、板橋昭春を筆頭代理人とした群馬県大田市、森田地区の被害農民971名が、小賀工業株式会社を相手とし、総理府中央公害審査委員会に提訴。2年後の1974年5月11日、 朝廷を成立させた。100年郊外と言われた、この事件の加害者をついに、小賀工業と断定、加害責任を認めさせるという歴史的な日となった。足尾の精錬所は1980年代まで稼働し続け、2011年に発生した東北地方、太平洋沖地震の影響で渡ら瀬川下流から、基準値を超える鉛が検出されるなど、21世紀と、 なった現在でも影響が残っている。1895年頃の足尾鉱山園外により、崩落を続ける足尾の山2005年3月撮影現在の、栃木県日光市足尾地区では、江戸時代まで銅が採掘されていたが、江戸時代前期をピークとして、産出量は一旦低下し、幕末にはほとんど廃山の状態となって、国有化された。明治維新後、民間に払い下げられ、 1877年に古川一米の経営となる。古川は最高事業の近代化を進め、1885年までに大鉱脈が発見された。さらに、西欧の近代鉱山技術を導入した結果、足尾銅山は日本最大の鉱山となり、年間生産量数千トンを数える東、アジア最大規模の銅の産地となる。当時銅は、 日本の主要輸出品の一つであり、全国の産出量の一4は、足尾銅山が占めていた。しかし、精錬時の燃料による肺炎や、生成時に発生する、鉱毒ガス、排水に含まれる鉱毒は、付近の環境に、多大な被害をもたらすこととなる。鉱毒ガスや、それによる、酸性雨により足尾町近辺の山は、ハゲ山となったのである。 木を失い土壌を喪失した土地は次々と崩れていった。この崩壊は21世紀となった現在も続いている。崩れた土砂は渡瀬川を流れ下流で堆積した。このため渡瀬川は足利市付近で天井川となり、足尾の山林の荒廃とともにカスリーン台風襲来時は洪水の主原因となった。洪毒による被害はまず、 1878年と1885年に渡瀬川の鮎の大量死という形で現れた。ただし、当時は原因がわかっておらず、これを8月12日に最初に報じた、長屋新聞も、足尾銅山が原因かもしれないというような、曖昧な書き方をしている。1885年10月31日、下月新聞が前年頃から、 足尾の木が枯れ始めていることを報じ、これら二つが足尾銅山と郊外を結びつける最初期の報道と考えられる。田中正造次に渡瀬川から取水する田園や洪水後、足尾から流れた土砂が堆積した田園で稲が立ち枯れるという被害が続出した。これに起こった農民らが数度にわたり放棄した。田中正造はこの時の農民運動の中心人物として有名である。 なお、この鉱毒被害の範囲は、渡瀬川流域だけにとどまらず、江戸川を経由し、行徳方面、利根川を経由し、霞ヶ浦方面まで拡大した。田畑への被害は、特に1890年8月と1896年7月21日、8月17日、9月8日の4度の大洪水で顕著となった。1897年3月3日、 公毒被害地の人民2000人余りは、徒歩で東京に出発、立林、佐野、小賀などで警官に阻止され、この日800人は東京日比谷に結集、農商務省を囲み、工業停止を強力に請願した。5月27日、東京鉱山監督署は、工業主、古川一兵に、公毒排除命令を出した。1892年の小材吉直らによる流域の、 土壌分析調査結果によれば、鉱毒の主成分は銅の化合物、亜酸化鉄、硫酸。1901年には、足尾町に隣接する松木村が、塩害のために廃村となった。このほか、松木村に隣接する急蔵村、新田本村もこれに前後して、同様に廃村となった。対策の節で述べる工事が1897年から1927年に、 かけて行われると、表だった、鉱毒被害は減少した。しかし、渡瀬川に流れる鉱毒がなくなったわけではなかった。他の地域と異なり、渡瀬川から直接農業用水を取水していた、群馬県山田郡森田村とその周辺では、大正期以降、逆に、鉱毒被害が増加したと言われる。1971年には、森田で収穫された米からカドミウムが検出され、 出荷が停止された。小賀工業はカドミウム被害は認めていないが、群馬県がこれを断定した。1973年までに足尾の銅は掘り尽くされて、閉山、公害は減少した。ただし、精錬所の創業は1980年代まで続き、鉱毒はその後も流されたとされる。百八十九年に JR 足尾線で貨物列車が廃止になると、 原料鉱石の搬入量が減少し、鉱毒はさらに減少したとされる。しかし、どの時代も科学的な分析がほとんどされていないため、公害の内容はあまり明らかにはなっていない。明確にわかっている鉱毒の量は、1972年度環境庁が足尾町に設置した測定局における二酸化用濃度であるが、これは旧環境基準に適合していなかった。 足尾町内一局の測定局のうち一局が不適合で都市内全測定局の値が不適合となったのは測定局のある都市の中ではこの年度足尾町のみである。1981年9月7日に足尾町の中西浄水場から排出された排水から基準値の2倍、協定値の3倍の銅が検出されたというものがある。このほか。 森田村鉱毒根絶規制同盟会などが独自に測定した値などがある。2011年3月11日、1958年に決壊した玄五郎沢体積場が再び決壊。鉱毒汚染物質が再度渡らせ川に流化した。同日発生した東北地方太平洋沖地震が原因と思われるが、詳細は不明である。この際は、 下流の農業用水取水地点において、基準値を超える鉛が検出された。また、大石場と渡瀬川の間にある渡瀬渓谷鉄道の線路が破損。同鉄道は、運休を余儀なくされた。1899年の群馬栃木両県、高毒事務所によると、高毒によるカドミウム中毒で死者、死産は推計で1064人。これは、 高毒被害地の死者数から出生数を単純に限じたものである。松本隆会はすべてが高毒が原因だとは言えないかもしれないが、当時の日本は出生数の方が多いにもかかわらず、この地域で死者数の方が多いのは高毒に関連があるとしている。この数値は田中正造の国会質問でも使用された。高毒激人地であった当時の麻生軍。 上野村あざ船津川地区の死産率は明らかに全国平均を超えていることも、公読事務所は指摘している。松本隆司会は、足尾公読参上画法で、阿蘇軍会村あざ山で、5年間で、兵役合格者がわずか2名しか出ておらず、しかも、その合格者のうち1名も入隊後10日で病気で、除隊となったという逸話を紹介している。田口菊亭は、 エビセ村の高毒被害者向けの診療所の医師に聞いた話として忙しくて統計は取っていないが一月に2300名を超える患者を診断しうち半数が顔病であったがこれは地質が及ぼす結果だろうとこの医師は推測していることを佐藤義介編冒国の縮図で紹介しているまた元谷中村村民の島田周さんは 自身の父と祖父は、鉱毒水を飲んで胃を犯されて死亡した、と主張している。1891年からたびたび、田中正造が国会で質問したにもかかわらず、政府は、積極的には、鉱毒対策を行わなかった。この時代は、1891年観光の、アズマ村民らによる鉱毒の記録集、足尾銅山鉱毒、渡瀬川沿岸事情を発刊直後に発売禁止に、 するなど、言論封殺が主な対策であった。1897年、鉱毒被害地の農民が退去して、東京に陳情を行うなど、世論が高まると、同年3月、政府は、足尾銅山鉱毒調査委員会を設置し、数度の鉱毒予防令を出した。特に大規模なものは1897年5月の第3回の予防令で、小川川に排水の露火地、 沈電池と堆積場の設置、煙突への脱流装置の設置を命令した。これらはどれもが数十日の期限付きで、一つでも遅れた場合には閉山するというものだった。小賀川側は当時珍しかった電灯などを活用し、24時間体制で工事を行った結果、すべての工事が期限内に間に合った。しかし、これらの措置は満足に役には立たなかった。政府は長年、 この予防例による工事と、工述する渡瀬川の改修工事で、鉱毒問題は解決したとしてきたが、1993年、環境白書で、当時の対策が不十分で、根本的な解決とはならなかったことを認めた。具体的には、露過地、沈殿地は、翌1898年には決壊し、再び下流に鉱毒が流れ出した。煙突の脱流装置も、 当時の技術レベルでは機能せず、効果はないに等しかった。体積上からの鉱石屑の流出は、すでに1902年の第二次鉱毒調査委員会で指摘されている。被害民の一部は、鉱毒予防工事の効果はないものとみなして、再び反対運動に立ち上がり、3回目と4回目の退去状況制願行動を決行した。4回目の押し出しでは、農民側と、 警察側が衝突して、大勢の逮捕者が出た。しかし、実は、その翌年の秋には、工事の効果が現れ始め、新聞も農地がかなり回復していると報道した。例えば、10月6日付の東京朝日には、激人被害地を除く他は極めて豊作と出ている。ただし、これらの報道については、 当時のマスコミのみの取材能力では、渡瀬川沿岸全域を調査したとは考えられず、一部地域のみの情報をもとにしたものであるという指摘がされている。第一次鉱読調査委員会はこれ以外に、鉱読被害民に対し面相を行った。これは、農民の要求を受け入れたものだが、この措置のおかげで選挙権を失う者が続出。 誰も立候補できずに村長が選べない村も出るという弊害も生まれた。明治34年12月10日、日比谷において田中正造が明治天皇に足尾孔読事件について直訴を行ったが警備の警官に取り押さえられて失敗。しかし東京市中は大騒ぎになり号外も配られ訴状の内容は広く知れ渡った。田中の直訴後、学生が 相次いで団体で足尾見学に向かうなど世論の盛り上がりに慌てた政府は1902年に第二次鉱毒調査委員会を設置した。同委員会は1903年に1897年の予防令後は鉱毒は減少したと結論付け、洪水を防ぐために渡らせ川下流に鉱毒沈殿用の大規模な遊水地を作るべきとする報告書を提出した。しかし、 第二次鉱読調査委員会は、前日の通り、予防例による工事で、鉱読は減少したとは、結論付けたが、鉱読が消滅したという調査結果はない。同調査会の結論は、作物に被害を与える、同分は、予防工事前の残留分で減量によるものは、少ないとして、小賀工業の責任を解除したものだったが、実際、1903年10月には、被害地の稲は、 豊作になり、田中正造も、被害地方作の実況と題する演説をして歩いた。この演説で正造は、豊作の原因は断じて、工事の効果ではない。去年の大洪水による山崩れで、新しい土が被害のうちに被さったためだと抗弁した。この説は2006年現在、国土交通省も支持している。しかし、群馬県山田郡側の高毒被害は、この時代、 逆に増加したと言われる。理由は不明だが、大正時代、精錬方法が、浮遊線工法に変更されたことにより、渡瀬川を流れる鉱石屑の粒が細かくなり、浮遊したまま川を流れるようになったため、上流部の渡瀬川右岸に多く流れ込んで、堆積するようになったと考える研究者がいる。群馬県側の鉱毒被害及び、鉱毒反対運動については口実する。 この時代、鉱毒が減ったような報道が多くされたのは、鉱毒発生当初は、山田軍は鉱毒激人地とはみなされていなかったため、マスコミが取材に訪れなかったためだと考える、研究者がいる。第二次鉱毒調査会の報告書を受け、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県の境に、鉱毒鎮電用の渡らせ遊水地が作られた。当初、 埼玉県側に作られる予定であったが、激しい反対のために、栃木県側に予定が変更された。この土地はもともと農業を主な産業としていた栃木県下津川郡谷中村であった。谷中村には田中正造が住み、公害運動の拠点となっていたことから、運動を潰すための決定だと言われた。谷中村はこれに激しく抵抗し、 隣の藤岡町との合併案を否決した。谷中村は1906年に強制廃村となり、藤岡町に合併された。また、渡瀬川の河川工事もこの時代に行われた。1910年から1927年にかけ、谷中村を遊水地にし、渡瀬川の流れの向きを変えるなど、大規模な河川工事が行われ、洪水は減少した。しかし、 足尾の山から流出する土砂が下流で堆積するのは止まらなかった。また、下流地域での鉱毒被害が減っただけで新たな鉱毒の流出が消滅したわけではなかった。政府が当時のこれらの対策が不十分であることを認めたのは前述した通り1993年であった。渡瀬川川から見た足尾砂防ダム1947年のカスリーン台風以降、政府は 渡良瀬川全域に堤防を作った。この堤防工事は20年ほどかかった。堤防の竣工以後、渡良瀬川では大規模な洪水はない。土砂の流出を防ぐため、1960年、足尾町に防砂ダムの足尾ダムが作られた。溶石500万立方メートルで、利根川水系の砂防ダムとしては最大。また、日本でも最大級の砂防ダムだとされる。 2003年現在の大差率は67%。渡瀬川の治水都市都圏への水道供給を主目的にした多目的ダム、草木ダムが渡瀬川上流の群馬県瀬田郡東村に作られた。このダムは、高毒対策を目的の中に入れていなかったが、参議院議員、近藤栄一郎が、商工委員会で質問を行った結果、このダムについては、 水質保全に特に留意することとされた経緯がある。高毒を下流に流さないようにするための半円筒型タ,タダンローラーも採用された。このダムは常時水質検査が行われ、結果が随時公表されているが、そのような多目的ダムは日本にはほとんど存在しない。竣工が銅山の閉山後だったこともあり、水質検査では異常な値はあまり検出されていない。 1976年7月30日、群馬県、栃木県、気流市、大田市と小賀工業の間で、公害防止協定が締結された。ただし、公述する森田地区公毒根絶規制同盟会は、この協定への参加を拒否した。この協定に基づき、水質検査などが行われている。公毒被害地の農地の土地改良も、公害防止協定締結後に行われた。 なお、協定に基づく水質検査の結果、高宇治の堆積場からの水質が環境基準を超えていることがあることを、群馬県が2005年に指摘している。高毒反対運動は、現在の栃木県佐野市と栃木市藤岡町で、盛んであった。最初の運動は、1890年、栃木県足利郡東村会が、足尾鉱山の創業停止を求める決議を採択した。 佐野出身の衆議院議員、田中正造は1891年以降、たびたび国会で公毒の質問を行い、公毒の害は全国に知れ渡った。栃木県は公毒仲裁会を作り、小川が1893年頃に農民に時短金を払い、1896年6月末までに対策を行って、公毒をなくすという内容で時短を行わせた。 これに対し、田中正造はこの時段を行わないよう運動を行った。しかし、1896年の大洪水で、さらに高毒が拡大し、対策がなされていないことが判明すると、農民側は時段契約書を根拠に再度交渉を行った。この時、小川側が農民に若干の時段金を与える代わりに、それ以前、 以後の鉱読被害の請求権を放棄するという内容の永久示談に切り替えた。このため、この後には、鉱読問題はないという主張もされる。しかし、示談金の受け取りを拒否した農民もおり、鉱読反対運動はこの後も続いた。森永秀三郎によれば、1893年の次元付き示談の内容は、古川一兵衛が、 農民8414人の被害値4360兆96世06、歩に対し76602円96千9輪を支払うというもので、1896年の永久時短は、農民5127人の被害値2207兆43世14歩に対し3119円23千2輪を払うというものであった。森永の概算によれば、 1893年の時短の平均は一旦あたり1円75銭。1896年の時短の平均は一旦あたり1円54銭である。高読事務所が置かれた雲流寺反対運動が最も盛んになったのは、1896年の洪水以降で、田中正造の主導のもと、10月4日、群馬県大蘭郡、渡瀬村にある雲流寺に、栃木、 群馬両県の公独事務所が作られた。ここは被害農民の集結所となった。この後、東京への陳情に出かける農民と警官隊との衝突も起きた。このような陳情には当時名がついておらず、農民らは押し出しと呼んだ。深川両によれば大規模な押し出しは明治期に6回行われている。第3回押し出しで与党議員であったと中は、 農民等を説得して大部分を帰郷させたが直後に政権が崩壊。田中は第4回押し出しを行うための機関、公読議会を現地と地い群馬県で組織させた。押し出しについては川又事件も参照のこと。1896年には群馬県議会が足尾銅山の創業停止を求める議決を行った。一方、 栃木県議会は1890年に足尾銅山の調査を求める議決を行っていたが、鉱毒被害地と足尾銅山双方の地元であるという事情から議会が紛糾し、1896年には鉱毒に関する議決は行わなかった。当時、日清戦争、日露戦争の最中であった政府としては、鉱山の創業を止めることはできず、反対運動を食い止めるため、 政府は運動の盛んだった谷中村の廃村を決し、1907年、強制破壊が行われる。その後、村民は主に隣の藤岡町や群馬県、板倉町にあたる地域、下津郡の他の町村、小賀町、那須郡北海道所郡サロマ町に移住した。また、元谷中村民以外も一緒に移住したが、実質的には、 元谷中村民救済の意味が強かった。なお、サロマ町にある、栃木という地名は、この移住の際に付けられたものである。移住を拒否し、破壊された谷中村の自宅跡に住み続けた元村民もいる。ただし、1917年には、全員が村を退去した。高毒反対運動は、谷中村の廃村や、渡瀬川の大工事による洪水の減少などにより、 次第に弱まり、特に1902年以降、足利軍、柳田軍、阿蘇軍、下津賀軍、大良軍の高毒被害地が豊作になると弱体化した。さらに運動の中心人物であった田中正造が1913年に没すると、ほぼ消滅した。しかし、群馬県山田軍の高毒被害はやまず、この地区ではこの後も高毒反対運動が続いた。 園外に困った足尾町赤倉地区の住民が1920年に園外問題安定規制会を結成、小賀工業と直接交渉を行った。しかし、土地柄、銅山との小取引で生計を立てているものが多く、運動は盛り上がらなかった。最終的に銅山に全く依存していない数軒のみが賠償を受けることに成功したが、逆に町内の分断を招いた。 夫聖岩と、玄五郎、沢大石城。ニに渡らせ、渓谷鉄道の線路がある。川は、渡瀬川渡瀬川から農業用水を取水していた、中流右岸の町、矢場両関普通水利組合とサンクルや用水、普通水利組合は、小川と永久時段を行わず、期限付きの時代交渉を数度にわたり延長する、方式をとっていた。しかし、 1902年、1904年に、小賀川は状況が変わったとして、時短延長を停止。両組合は、賠償請求額を算出するために、それぞれ独自に、たびたび、足尾の現地視察などを行った。1910年、古川の巨頭となる、井上工事が、足尾工業所長となった。1917年、町、矢場両関普通水事組合は、 渡瀬川には、鉱毒はなくなっていないとする意見書を、群馬県知事に提出した。1924年には、干ばつがあり、これは、水源地の足尾の山林が荒廃して、保水能力を失ったためだと考えた両組合は、それぞれ別個に活動を行い、1925年には、群馬県側の農民ら数千人の署名が集められ、貴族院、衆議院、内務大臣、 農務大臣宛てに請願書が提出される。この内容は主に、公害による損害賠償請求が行えるようにしてほしいというものだった。この要望は1939年に実現した。一方、サンクリア用水は、工業取締りや工業法改正の嘆願書を内務、農林、商工大臣宛てに提出。 この探案書は1926年から1933年までほぼ毎年提出された。なお、この時代、漁水り組合が共同で行った運動も若干ある。1936年にサンクリア漁水は小賀工業から事業資金の一部8万5千円を提供させ、取水口の改良工事を行い、それまでの渡瀬川からの直接取水から、副流水を 主に取水する方式に変更した。この際、小賀川は永久示談を要求。今後一切現金提供を求めないという条文が契約書に盛り込まれたが、工事は1950年の第四次工事まで続き、最終的に小賀川は総工費3200万円の4%に当たる119万円を負担した。第四次工事で用水本流場に、 中川高毒陳射池が設けられ、下流部の高毒被害は激減した。しかし、最新の高毒防止装置の維持費は、その後も、用水利用量増加という形で農民の負担となった。なお、事業そのものは1967年春高の第5次まで続いたが、第5次工事には、古川は金銭を負担していない。1938年、1939年には、 渡瀬川で大洪水があり、港毒が再度農地に流れ込んだ。同年、渡瀬川、改修群馬規制同盟会が結成され、内務省に対して渡瀬川の河川改修や、水源地の寛容などを求める陳情が行われた。陳情は1940年までに22回、行われた。1940年、政府はこの事業に予算をつけるが、第二次世界大戦のため、 あまり大規模な改修は行われなかったらしいという推測もある。政府が渡瀬川の大改修を行うのは戦後であった。これ以降の時代は国策である道の増産に協力しない者は非国民であるという主張がされるようになり、公毒反対運動は一時下火になった。1945年終戦となり、言論、集会への弾圧が行われなくなると、 翌1946年、群馬県東部の渡瀬川流域の農民が集まり、足尾道山精錬所移転規制同盟会が結成された。この会はすぐに、郊外根絶同盟会と名称を変更し、小賀工業と直接交渉を行った。周辺市町村は、渡瀬川、改修群馬規制同盟会を、沿岸高毒対策委員会と名称を変更して、 公毒反対運動を続け、1953年、郊外根絶同盟会は、完成の対策委員会に吸収される形で一旦、消滅した。対策委員会は、小賀工業から土地改良資金の20分の1を受け取り解散した。800万円は、町、矢場両席土地改良区の口座に入金された。これらの資金をもとに、町、やば両石も3クリア用水と同様、 副流水を取水するための工事を行ったが、用水の規模が違いすぎ、副流水のみでは必要量を確保できなかった。町、矢場両石はその後も、渡瀬川からの直接取水を続けた。しかし、1958年5月30日、足尾町夫西岸付近にある玄五郎、沢大石場が崩壊。崩れた鉱石屑が渡瀬川を流れ、 渡瀬川から直接農業用水を取水していた群馬県山田郡森田村の田畑に流れ込んだ。この後この地で再び高毒反対運動が盛んになる。6月11日には森田村の農民らが足を訪れるが小賀川は自身に責任はないという主張を繰り返した。しかし国鉄には鉱石屑の流出で線路が流れたことに対して 保証金を払っていたことが直後に判明。住民らが激怒し、7月10日、森田村規制同盟会が結成され、これを受け、さらに8月2日、群馬県気流市、大田市、館林市、新田郡、山田郡、大浦郡の農民が中心となって、群馬県東茂三市三郡渡瀬川、高読根絶規制同盟会が再度結成される。 小川川は150万円の見舞い金を提示したが、森田村民側は賠償金の一部として出なければ、受け取れないと拒否。また、この交渉過程で、1953年に土地改良資金を提供した時に永久示談を行ったと小川川は主張。当時の契約書も提示された。この契約書に関しては、1966年参議院商工委員会で、 鈴木和弘委員が有効性があるのかと問いただしたところ農林省、通産省の担当者はそれぞれ契約書に署名した推理組合理事長に独断でそのような契約を結ぶ権限があったか疑わしくまた契約後も鉱毒被害が発生していることから永久時断の成立には否定的な答弁を行っているこの時期の鉱読反対運動は最大の被害 森田村高読根絶規制同盟会が活動の中心となった。この後、バスを使った押し出しが行われた。明治期のものと区別するため、昭和期のものは昭和の押し出しと呼ばれる。同年設置された政府の水質審議会指定河川から渡良瀬川が除外された。ことも運動を大きくする原因になった。1962年。 水質審議会に渡らせが専門部会を設け、森田村公毒根絶規制同盟会会長の恩田正一が会長を辞職すれば、審議会委員に加えて良い、という内容の政治的な妥協が図られたが、当初、森田村公毒根絶規制同盟会は、同盟会の運動の分断を図ろうとするものだとして、激しく抵抗した。また、そのような主張が認められるなら、 同じく委員になっている、小賀工業の社長もその職を辞すべきだという主張もあった。しかし、田はこれを受け入れ、会長を辞職した上で、推質審議委員となった。しかし、委員となった、田の意見はほとんど無視された。田の後、森田村公読根絶規制同盟会長には、板橋昭春がなる。1964年10月5日、再び押し出しが行われた。 水質基準は経済企画庁の提案による同 0.06ppm という値で1968年に決定された。大田市森田地区鉱毒根絶規制同盟会は 0.02ppm を主張したがこれは受け入れられなかった。この間、1966年9月頃、足尾町の天狗沢大石場が決壊。再度、鉱毒が下流に流れた。 しかし、小賀側は、この事実を公表しなかった。規制同盟会の住民は、群馬県からの連絡でこの事実を知った。1971年に、森田で収穫された米からカドミウムが検出され、直後、農民らは80年分の賠償金120億円を、小賀工業に請求した。1972年、群馬県は、米の汚染は、 足尾銅山の鉱毒が原因と断定。1972年3月31日、板橋昭春を筆頭代理人とする農民971人が、小賀工業に農業被害保障額39億円の支払いを求め総理府中央公害審査会に調停を申請した。4月3日、県は森田地区の土壌汚染についても足尾銅山の鉱毒が原因と断定。 1974年に農地359.8ヘクタールを土壌汚染対策地域農用地に指定した。1974年5月11日、総理府中央公害審査会から事件の処理を引き継いだ公害等調整委員会において調停が成立し、小賀工業は15億5000万円を支払った。これは小賀側が 高読事件で責任を認めて保証金を支払った最初の出来事である。小賀工業側は、銅の被害のみを認め、カドミウムについては認めなかった。農民側も、調停申請にはあえてカドミウム問題は提示せずに、農業被害の早期解決を目指した。この時の調停の内容に含まれていた土地改良は、1981年に始まり1999年に、 完了した。渡瀬川沿岸土地改良送り次長には、板橋昭春がなる。公害防除特別土地改良事業として、総事業費は53億3000万円。加外原因者の小賀工業の負担率は51%。残りの大部分は、国と群馬県が負担した。調停の成果は大きなものとなった。加外企業決定。 過去の農作物被害保証金、土地改良に及んだこと、加害者責任として、小賀工業が負担した、実質額は調停請求39億円を上回ることになる。調停条項にはないが、被害農民には、土地改良費の金銭負担は一切なく、被害農民が受け取る、保証金を非課税とさせたことは特筆すべき点である。森田地区の記念購読根絶費。 どの字をかたどっている。記念碑としなかったのは、公読問題が解消していないためで、公読の根絶を願い渡らせ側公読根絶森田、規制同盟会により1977年5月、混流。板橋秋春による宣文及び記号。主賓に、苦悩次不まじされど史実派で不別し、樹南百年また帰らす根絶の秘蔵難事、森田地区の公読反対運動は、 どこからも主だった支援を受けず、農民の手弁等による活動であるところが、他の同種の運動と大きく異なる。ただし、支援の申し出がなかったわけではなく、被害民の苦悩は、被害民でなければわからないという理由で、板橋昭春が独学で弁護士に依頼せず、リーダーとして戦った。森田地区の調停成立直後の1974年11月18日、 群馬県気流市で気流地区公読対策委員会が設立され、農民444人が小賀工業に対し交渉を持った。1975年11月18日和会が成立し、小賀工業は銅などによる公読被害を認め、2億3500万円を支払った。1974年10月25日、大田市にらがわ地区公読根絶規制同盟会の 農民546人が13億円の賠償を小賀工業に請求。1976年12月1日、和解が成立し、小賀工業は1億1000万円を支払った。森田地区で申請漏れになっていた住民が、公害等調整委員会に調停を申請。1977年12月、390万円で和解が成立した。 1994年、渡瀬川港独根絶森田規制同盟会と、ニラ川地区港独根絶規制同盟会が合併。渡瀬川港独根絶大田規制同盟会となった。1999年5月渡瀬川、沿岸土地改良区による、公害防除特別土地改良事業、春高記念飛行流渡瀬川に港独流れて、不祖語大苦悩の汚染で今改良なる2000年。 2003年、2004年に、群馬県は、農用地土壌汚染対策指定地域を、追加指定。これまでに指定され、まだ解除されていない農地も含め、2005年現在の、対策指定地域は53.74ヘクタールである。2000年以降の追加指定地は、大部分が1970年代の調査が、不十分で調査漏れになっていた地域と考えられている。2004年、 キリ市議会は、足尾町の仲裁場を水上に、自動取水機の設置を求める要望書を採択した。2014年には1974年に、県内の若手公務員や宇都宮大学生ら約30人により、制作が開始された記録映画、高読期化が完成している。この映画は、資金不足を理由に編集作業が立ち消えとなっていたが、 元参院議員の谷博之が新規に政策委員を立ち上げて政策を完了させた。事件の被害者の貴重な証言なども収められている。荒廃した足尾地区の森林を復元するため、1897年、当時の農商務省により、足尾に植林が命じられ、以後、現在に至るまで地産事業が続けられている。ただし、明治期と昭和初期には、 植林が行われなかった時代がそれぞれ数年ずつあった。地産事業に要した費用は前橋営林署によればである。前橋営林署の地産事業は国有林を対象に行われている。このほか栃木県が1958年頃から別に民有地に地産事業を行っている。栃木県が植林している民有地はほとんどが 小垣海金属の所有地である。税金を投じて、私有地への大規模な植林を行うことに批判もある。1988年に、前橋営林所が、足尾地区の地産事業に使用した金額は、2億9400万円で、あり、栃木県は5億8500万円を投じた。1999年に建設省が、足尾地区の地産事業に投じた金額は、 20億3000万円であり、栃木県は8億円、林野町は2億5000万円を投じた。このほか小賀工業は1960年に国有林復旧への協力金として政府に約360万円を支払った。これは1957年から1960年分として支払われ、これ以前の分については時効だという解釈がされた。 足尾鉱毒事件に関しては、主に被害者側の視点での記述が多いが、中立性を確保するため、小賀側の主張も併記する。ただし、小賀側が直接、鉱毒に関して言及している例は、非常に少ない。小賀側の直接的な文献で、鉱毒に関する言及が多い文書には、小賀工業館、創業100年史がある。なお、小賀工業は、購読という語を用いず、 公害という語を用いている。これによれば、1740年にすでに、渡瀬川沿岸で公読による免疎願いが出されていることが、当時の文献から確認でき、公読は古川の経営になる前から存在したと主張している。また、当時は圧力があって、文献では残っていないが、1821年に公読被害があった、という研究も紹介している。 小川側の主張によれば、高毒調査会による、高毒防止令による工事と、大正時代までに行われた渡瀬川の治水工事により、高毒は一応の解決を見たと述べている。この時代、町、やば両赤不通水事組合などが、高毒に言及していたことについては、記述がない。玄五郎沢大赤情報開示午後の利田地区、鉱毒根絶規制同盟会との交渉については、 常に前向きの姿勢で対処してきたと述べている。小賀側が事項の成立を主張したことなどについては言及がある。1974年の調停で鉱毒問題については終止符が打たれたと述べているが、小賀工業がカドミウム汚染に関する責任を認めていないことについての言及はない。ありがとうございます。